い、こんにちは、レトスノーノです。5月20日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。過去問が解けるイコール理解できているではありませんので、勘違いしないようにご注意ください。過去問っていうのは理解できていなかったとしても覚えていれば解けちゃうんですね。いつも30点前後、あと1点から7点ぐらいで不合格されている方のもうほとんどがですね、これが原因なんですね。で、これよりも点数取れていない、まあ、20点ぐらいですよね。20点そこそこの方っていうのは、これはですね、もう、勉強不足でしかないので、まあ、理解とかね、まあ、もちろん理解もあるかもしれないけども、理解よりも、もう問題量が少なすぎるといったところが原因だと思います。なので、それなりに勉強量は必要なんですね。ただ、勉強する量よりも、勉強のやり方、いわゆる質ですね。こっちの方が重要なんですよ。勉強量っていうのはもうやろうとね、思ったら、つまりもう気持ちである程度できるんですよ。やり方の方なんですよ。これは気持ちだけではできないんですね。気合でって言ってもね、気合で効率的に勉強できるかって言ったらそうじゃないですよね。なんでこちらが難しいんですよね。基本を理解する。理解した基本を繰り返す。まあ、これがすごく重要で、今一番大切なんです。で、これをやらなければ、令和時代、宅建試験には合格できません。10の曖昧な知識よりも、一つの確実な知識が点数を生むんです。どんなに知識を増やしても、曖昧かつ不明確だと、それは試験では使えない知識なんですね。結局、曖昧な知識では答えを導き出すことはできません。確実な知識を持っていれば、この問題はここが誤ってるから×なんだな、というふうに答えを導き出すことができます。本試験で鉛筆を転がして運任せとならないように、基礎的な最低限の知識を固めていきましょう。逆に不要な知識を増やしすぎると大事な基礎的な知識、つまり重要な知識がぼやけてしまう危険性があるんですね。なんでその点は注意が必要です。そして現在開講している短期講座、短期集中実力アップ講座では必要な基礎的な知識を具体例を入れながら解説しています。そして不要な知識できるだけ排除しております。短期間で合格力をつけるための講座と思ってください。実際知識ゼロから4ヶ月で合格している方も数多くいます。最短の方っていうのは、もう何回かお伝えはしてるんですけれども、中卒の飛び職の方で、法律知識が全くゼロ。しかも、分数計算、報酬計算、これできない。こういった状況から、たった3ヶ月で一発合格していただいてます。で、この方っていうのはもう計算問題できないんで、計算問題はもう全部飛ばしてもらいました。もう勉強しないんですね。で、計算問題って言っても、まあ、毎年出ても2問か3問ぐらいなんですよ。まあ、2問かな。出ても2問ぐらいですね。なので、それができなかったとしても、残り48問あるわけなんで、そこで勝負できるわけですよね。で、そこで勝負していただいて、3ヶ月で一発合格していただきました。今からでも間に合います。今年絶対合格したいという方は、一緒に勉強して合格をつかみ取りましょう。そして、短期集中実力アップ講座については、本日の24時で値上げとなります。今からであればまだあなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。 A は B に対して人の生命または身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、 B は A に対して貸金債権を有する場合、B は貸金債権を自動債権として相殺することができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、相殺することできませんので×ですね。この問題を苦手とする人、多いんですけれども、理解すれば簡単です。人の生命または身体に危害を加えた加害者から相殺することはできません。もうこの事実だけ覚えておけば解けちゃいます。で、これ許すとどうなるのか。本問では B は A に対して貸金債権を有しています。つまり、お金を貸した方が B さんで、お金を借りた方が A さんなんですね。で、もし加害者から相殺できるというルールがあったらどうなるか。この場合、貸主 B が A に対してお金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよ。と言って殴ってしまうことができちゃうんですよね。そうすることで被害者 A さんは損害賠償請求権を得ることができるんですけども、 B の有する貸金債権を持って相殺することができちゃうんですよね。で、そうなってくると
世の中もうおかしくなりますよね。暴力が溢れてしまって、まあ、社会秩序が乱れてしまいます。だからこれができないようにするために加害者からは相殺できないというふうなルールにしてるんですね。つまり本門の場合 B が加害者です。よって加害者 B からは相殺することはできません。ちなみに問題文で言うと A が損害賠償請求権を持っているということなので、 A が被害者が損害賠償請求権を持ちますよね。逆に B が加害者ということがわかります。まあ、このルールっていうのは被害者を救済するためにきちっとお金を払うようにするためのものです。まあ、理解すれば簡単です。短期講座ではこんな感じの解説を行っております。まあ、具体例使ったりとかしていくと非常にわかりやすいですね。考え方をしっかり理解しておきましょう。では問いにですね、 A が転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売り主が国その他宅地建物取引業の適用がないものに限られているときは A は免許を受ける必要がない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。 A は免許を受ける必要があります。で、A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね。今回国とかその他宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけども、そういったものから購入する、つまり国地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんあるいるわけですよ。まだ地方公共団体以外にも宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、まあ、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。したがって宅地建物取引業を行うということになるから、 A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので宅建業を行う場合も宅建業の免許は不要です。国自身ですね。あと地方公共団体自身も宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので宅建業を行う場合は免許が必要だということです。で、これくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていてそれを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この一点っていうのは重要なんですよね。ここで引っかかって1点失点する方っていうのは、引っ掛け問題でもう3点4点も失点するんですよ。で、そうなってくると大体不合格なんですね。で、引っ掛け問題に引っかからないためにも考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。だから短期講座ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。いや、そういったところを短期講座ではお伝えをしております。で、問いさんです。市町村は都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。丸か×かという問題です。答えは、これ、誤りですね。市町村が都市計画の決定をしようとする場合、あらかじめ都道府県知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません。なので今回の問題文は、その同意を得なければならないとなっている点が誤りです。この点は基本的な部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。そして初めにもお伝えをした通り、短期集中実用カップ講座、短期講座は本日の24時で値上げとなります。今からであればまだ今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用アップ講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。レトスの小野でした。